天神神洋流のカニハサミホガニ今日は、柔道の横捨て身技の一つ。柔道の多くの大会では禁止技となっている。三歩、総合格闘技、プロレスリング等でも使用され、足関節技を仕掛けるためにこの技を用いることがある。また、天神神洋流の乱歩技の一つでもある。行動官や国際柔道連盟での正式名。愛不略号、クバ、 P25。別名境界し A 名シザースローシーザーテイクダウン。立っている。相手の後襟、上着の背中、右袖などを左手でつかみ、相手の右から自ら、足から飛びつき、左足を相手の腹付近、右足を相手の両膝裏付近に、両足で挟み込み、右手を床について、相手を後方に倒す。右手を床につかず相手の右足をつかみ、 背が床についたら、左足で、相手の腹付近を持ち上げ、相手の右矢と隅に倒す方法もある。他の技のような熟練を必要としないため簡単に、覚えることができる。古くは、愛知の田代文江がカニバサミの名手として、名を馳せ、近年では、今の順が得意としていた。1991年全日本柔道選手権。 大会準々決勝戦ではカニ強で、正木義美を骨折させている。準決勝戦では、吉田秀彦をカニ強で破っている。1994年全日本柔道選手権大会決勝戦では、今野純と吉田秀彦のカニ強合戦が話題となった。連携としては、大車カニ強がよく使われる。相手が払い越しで避けても、 同様に決めることができるため、効果的な連続技である。三歩や、総合格闘技では、テイクダウンすることよりも、その後で、足関節技を狙うために使用される。柔術点事務心要流では、吉田千春が得意とした。プロレスリングでは、相手を後方のみならず、前方に倒すことも多い。また、走ってくる相手に対するカウンターとしても使用される。 また、テイクダウンや足攻撃以外にも、コーナーのターンバックルに顔面をぶつけたり、場外で鉄柵にぶつけたり、タッグマッチでは、タッグパートナーが倒れる相手に、打撃等を加えたりなど、応用が多いつなぎ技となっている。ブラジリアン柔術では、国際ブラジリアン柔術連盟、国際柔術連盟ともに禁止技である。ギャバーレは、カニ強扱いされていないので使用できる。 柔道でもギャバーレは、カニ強扱いされていないが、相手の足を掴むのでアイフルールでは使用できなくなった。正式な名称ではないが、両足で挟む行為や技を、カニバサミと称するケースはあり、例としてはサッカーでボールを、両足で挟んで、飛び相手をかわす技がこう呼ばれ、日本で開催された2002年 W 杯で、メキシコのブランコ選手が何度か披露して話題になった。 また、吉本工業の芸人、池のメダカの持ちネタで、舞台上に倒れ心配して近づいた、他の芸人を、両足で挟んで逃げられないようにするギャグが、カニバサミと命名されている。片足がニ強は、立っている、相手の後襟、上着の背中、右袖などを左手で掴み、相手の右から自ら、足から飛びつき、左足を、相手の前から股間に入れてのカニ強 柔術天神神洋流にカニハサミホという技が存在する。柔道極意教範には、この形は最も多派にかかりやすくて似て、常にこの形を十分に稽古を勉強すべきものなりと、書かれておりた竜字愛では、非常に有効であったとされる。また、トツカハーゲ神流、神道六号流、ダ三流では、カニ社という。行動間柔道では、昔からある技だが、 正式に行動間の技と認められたのは1982年と比較的最近のことである。カニ教での不祥礼は非常に多く禁止儀にするかをたびたび議論されていた。この技は後方に倒された時よりも仕掛けられて倒れるのを嫌いこらえる時の方が膝関節や人体を損傷する可能性が高いためである。 1980年の全日本選抜柔道体重別選手権大会で遠藤澄夫がカニ強を仕掛けた時に山下康弘が左足飛骨を骨折し大きな反響を呼んだ。負傷危険で引き分けとなったので山下の連続腐敗記録は止まらなかった。これを機に反則でない技で負傷危険した場合負傷者の負けとなることとなった。 山下の骨折から2ヶ月後に、全日本柔道連盟の委員会が開かれ、カに今日の是非について検討され禁止賛成派と反対派に分かれた。といった具合で結論が出ず、暫定的に行動間ルールでは、少年男子の部は禁止とし、青年男子は従来通り認めるということになった。罰則は反則負けとなった。1985年には、 女子で禁止となった。罰則は警告となった。当時、日本では行動間ルールの大会も多く、国際柔道連盟ルールでは女子も禁止ではなかったので、日本人女子柔道家が国際試合でカニ強で負けることがたびたび起きた。1989年、青年男子では禁止するかどうかは各大会主催者に任せることになった。罰則は 警告となった。その後、1994年までにアイフルールで、男女において、カニキョは、警告の禁止義となった。1998年にアイフルールでの重大な、違反の一つ、特に首や脊椎、脊髄など、相手を傷つけたり、危害を及ぼしたり、あるいは、柔道精神に反するような動作をする。の不足で禁止義となり罰則は、反則負けとなった。 2018年から国際柔道連盟試合審判規定にカニ今の禁止が明記される。上村春樹はカニ今と体を捨てる腕沢方が禁止儀となったせいで片手だけで組んで技をかける変則変形柔道が増えているとの意見を持っている。七大学柔道では昭和57年7月17日より施行と記載された審判規定で すでに禁止義となっている。罰則は反則負け。ありがとうございます。